次に佐伯武史君。佐伯君。佐伯武史です。私はこの今日の電磁法改正案、午後には採決が予定されておりますが、この法案を見てですね、前回質疑の終わりでも指摘させていただきましたが、非常にびっくりしました。一言言いまして、不祥事の防止策が一行も盛られてなかったんですね。今国会何が問題になったのか、森本新社長、関西電力の新社長に参考人招致までしてですね、関電不祥事がなぜ起きたのか、我々は探究を調査をいたしました。そしてその業務改善命令、森本さんに午前8時に施行した業務改善命令書、手続きミスをですね、資源エネルギー庁の職員が隠して、厳重注意処分、戒告処分を受けたと。この2つの不祥事をですね、どう防止していくのかっていうのが、今国会、この経済産業委員会で大きな私は課題になったと思っているんです。まずその認識は大臣ありますか。梶山経済産業大臣。関電の不祥事、再発防止ということで、しっかりとしたコンプライアンス、ガバナンスを求めていくということでありますし、また、経産省側、エネ庁側の不適切な手続きということも、再発防止のためのさまざまな方策を立てて、実行しているところであります。佐伯武史君。前回はですね、電取りの部局を引っ越しをさせるつもりだと、そして電話番号もすでに変えたということをおっしゃっていました。であればですね、ぜひここはその電取りの機能強化、本当に監視委員会が監視委員会として機能するようにしなければいけないと私は思っているんですが、そのご認識はありますか。委員長、梶山経済産業大臣。しっかりと初期の目的というか、初期の目的の機能を果たすような組織にならなければならないと思いますし、これまでのここの法律改正までの電取りの在り方、またオクトの在り方についても、総括、検証、評価というものも行うべきだと思っておりますし、そういう指示も出しております。そういったことも含めて、しっかりと対応してまいりたいと思っております。佐伯武史君。心強い答弁いただきました。ということはですね、私ども立国者、そして維新の会、共産党、野党そろってですね、賛意を持ちまして、本電気事業法改正案に、修正案、このあと14時半、質疑終局のあと提出させていただきます。で、議員の皆様には配布資料をお渡ししておりますので、ご覧いただきたいと思います。今の梶山先生のご答弁であれば、これは当然、自民党、政府、与党、公明党も含めて賛成いただけるんではないかなと私は思いました。ご紹介いたします。付則、この冊子で言いますとですね、143ページ、142ページに載っております、この本法案の検討事項第12条、ここにですね、この政府は電気等の使用者の利益の保護および電気事業等の健全な発達をより一層図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとするという付則をつけております。これは、今の大臣の決意を後押しするため、私、お付けしたんですが、というふうに大臣、解釈できませんか。梶山経済産業大臣。ご提案いただいている電取りのあり方についての検討規定については、平成27年に成立をいたしました電力システム改革に係る第3弾の法の付則第74条において、電気事業を取り巻く状況全般を対象とした幅広い検討規定がすでに存在しておりまして、この中に含まれております。また今般の関西電力の事案とは関係なく、電取りの組織をめぐるあり方については、電力小売りの全面自由化から4年が経過をしております。そして、発送電分離が行われるなど、これまでのように、大手充電力だけを対象にしていればよかった状況とは、根本的に状況が異なっていると思っております。と申しますのも、発電事業者は大体880件ぐらい、小売事業者は645社ということになります。そしてそのほかに送配電事業者ということで、これまでの大手電力だけを相手にしていたときよりも、業務改善命令やそういうものの対象というものが大きく増えているわけでありまして、電取りのあり方も変わっていかなければならないと思っております。このような状況を踏まえて、電取り自身が
これまでの活用状況やその成果を検証していくことは重要であり、早期にこのような検証に着手してもらいたいと考えておりますが、先週の国会の場で、このような考えから私もデントリーの監視のあり方についても考えてみたいと申し上げました。したがって法案の修正は不要であると考えておりますが、法案の修正の必要の是非は与野党においてご議論をいただきたいと思っておりますし、しっかりとした検証、総括、評価というものを行いながら、しっかりそれらの結果を生かしてまいりたいと思っております。斉木武史君。私はこれは国民の総意だなと感じているんですよ。なぜかと言いますと、野党の中にもこのエネルギー政策をめぐってはさまざまな違いがございます。ですので、この修正案は最大公約数をですね、別に3条だ、8条だとか、形式的なことも書かず、ノーリターンルールを入れるかどうかとか、そういったことも盛り込まず、まさしく大臣の言った検証、検討を加えると、あり方について、まさに大臣の言った通りのそのままのコメントを載せておりましてね、なので、共産党さんも賛成、そして維新の会さんも賛成、もちろん提案である立候補者も賛成と。ということで、この先の理事会で、態度表明がなされたというふうに聞いております。これは例えば関西電力の例を見ましてもね、橋本徹さんがですね、社外取締役への就任、これを確か松井さんがですね、関西電力にどうだ、橋本君を社外取締役に入れないかと、大阪市は株主ですから、大株主ですから、関西電力に打診をいたしました。でも関西電力は橋本徹さんだけは拒否しましたね。そうやって要するに自分と異なる意見を言うものは仲間に入れない、そういう関西電力の体質が我々が森本社長に参考人招致した後もですね、社外取締役拒否という形で行われた。やっぱりこれに対して大阪の地元政党である維新の会さんもですね、それは大阪のおかんに説明つかんだろうと、消費者利益を全く関電が加味してないんだったら、耳に痛いことを言う人間もね、監査役として社外取締役として送り込んだらどうだ、真っ当な判断だと思いますよ。そういったやっぱり大阪の声、そして我々、国民の代弁者としての声入れてですね、じゃあ国民の利益を守るっていう電気事業法の総則の第1条の第1文を忘れてたわけですから、この50年間、それを守るために大臣を応援しようという、なぜ私は大臣も、そして自公は反対を表明されたそうですけれども、反対されるのかよく理解できないんですが、なぜなんですか、大臣の言葉でお答えください。梶山経済産業大臣。すでにこの規定については、法律に組み込まれているということであります。そして、それの前提で政府から提出した法案でありますし、この中身については、与野党でご協議をいただきたいと思っております。斉木武史君。維新の会さんは提出会派というよりも賛成をするということを表明されているということを訂正させていただきます。で、野党一致してですね、これは修正した方がいいということを今国会申し上げているわけで、これは与野党で完全に意見は割れたわけです。で、私も、そして梶山大臣も原子力産業の地元、原子力の聖地、原発銀座と言われる地元議員同士ですから、この話題に関しては、一方ならぬ地元でも意見を受けると思います。で、やっぱり私がですね、その地元でも言われるのは、やっぱりこの50年間、不透明な形で町長さんに町への町民に配るべき寄付金が渡されたり、9億円、25億円、それで反対といった人に渡したり、こういった関西電力から本当に立地工作のためにですね、寄付金がいいように使われてきた、そしてその工事業者からもらった裏金はですね、豊松さんをはじめ、490万円の月収であるとか、役員報酬補填、金沢国税局への追徴課税の補填、信じられないようなですね、退職した役員がなぜ年収6000万から7000万ももらっていたのか、世間にわからないように。こういうあまりにも不透明、あまりにも身勝手すぎて、もうこんなね、50年間の大餅つき大会、もう町のためだって言って、自分のためだって言って、政治家が懐に原発マネーを入れるようなことはもうやめてくれと、もう地元のための寄付金なんだから、少なくとも町の公の口座入れなさい、そういった声は、まさに梶山大臣、茨城県の東海第二原発のご地元の選出議員ですから、そういった声は地元を変えられれば、お聞きになると思います、聖地ですから。
そういった地元に帰ってですね、原発マネーの闇、この50年間の癒着、こういったものを大臣として正してくれという声を受けませんか。委員長、梶山経済産業大臣。常識を逸脱している行為が行われたと私は感じております。私自身も原発に対しても厳しい目を持ちながらこれまでも取り組んできたものと思っておりますし、まあ、住民の方からまた有権者の方々からそういうご意見を伺うこともありますけれども、どうしてもやっぱり感覚が違うんですね、関西電力のこの感覚とは。でしっかりとやってきたという自負がある地域でもあります、東海村、その周辺もそういう思いであります。そういったものも含めてしっかり今後直すべきものは直していくというのが私の大臣としてのコメントであります。斉木健君。だこの関西電力をに象徴されるような原子力保有事業者の不祥事、癒着、これを二度と繰り返させないという決意は私も大臣も共有しているということは今確認させていただきました。その方法論だと思うんですよ。やっぱり梶山先生は未来永劫経産大臣をやるわけではないですよね。で前任の菅原一秀さん、そして世耕経産大臣、数年に一度また総理大臣が交代をすれば経産大臣も当然交代をするというのがこの議員内閣制の日本の歴史でございます。ですのでどなたが大臣になったとしてもやはり独立性の高い監視機能をね、監視委員会が監視委員会として機能するように法律に書く、政治家の俗人的な思いじゃなくて条文に書くというのは私はそのため非常に重要だと思いますが、やはり議員が選挙の洗礼も受けて交代する、特に大臣は総理大臣の任命制ですから、そう経産大臣が交代をしても後任者もこの問題に対してですね、やっぱり検討を加えていく。じゃあ梶山先生がいなくなったら後任者は全くこの電取りの改革というものを経産省は改革したくないですからね、押し切られて手つかずになってしまうんではないですか。そのために不足に法案に明記するというのは重要だと思うんですが、それでもしないということです。必要ないというんでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。先ほども申し上げましたように電力システム改革の幅広い検討ということでは検討規定がすでに存在をしております。そして私どもは政府が自信を持って提出をした法案でありますし、こういったものも読めると思っております。今修正の案をお聞きいたしましたけれども、修正の案につきましては与野党でご協議をいただきたいと思います。斉木健君。法案のことなんで国会でということなんですが、この法案提出されたのは大臣ですよね、閣法ですから。なのでそういった思いがあれば私は自らここにこの電取りのあり方に関してというか不祥事、この関電問題、原発マネーの不正な還流問題、そして業務改善命令のミス学習の問題、こういったことを自らね、不祥事を防止するという決意があるんだったら書き込むべきだったなと思うんですが、なぜ書き込まないんですか。ご自身で閣法を出すときにそこは優先順位が極めて低かったということでしょうか。梶山経済産業大臣。先ほど申し述べたとおりでありますけれども、委員のご意見はご意見として承っておきます。斉木健君。委員のご意見というよりも同じ原子力を地元に持つですね、代議士として私はこれは国民の代弁者としてもですね、看過できない。この50年ですよ、関電不正というものは1960年代に高浜1号機が建設されて以来ですね、それ以来連綿ともう60年近くですね、行われてきた不正還流問題で、結局そのツケは全部電気料金として主に関西地域を中心とした国民が負担してきたわけです。こういったこれは大きな国民の利用者の利益の保護をこの電気事業法の一条違反を60年も続けていたという本当に由々しき問題ですので、やっぱこれは私はシステムとしてね、法案に書き込んで改革しなきゃいけないと私は思います。ですので主張のベクトルの全く異なる共産党さんも賛成、維新の会さんも賛成、こういう法案は私珍しい、修正珍しいと思いますよ。それだけ強い民意があるということはぜひね、脳裏に刻んでおいていただきたいなと思います。このじゃあ電取りが私はやっぱり問題があったと思いますね。そこは梶山先生もだから電話番号も変えさせたし、これから引っ越しもさせようというふうにしている。私は電取りの人事がこれは非常に重要だと思ってまして、電取り事務局はおよそ115人の職員がおると伺っておるんですが、
本省が確か60名ちょいでしたかね、それで、プロパーの職員、経産省の職員が40から45名ぐらい、そして、弁護士、金融マン、そして会計士等のその道の専門家が25名ぐらい、これは経産省の電取事務局の指名に基づいて入ってきているという組織体制ですが、その電取の事務局の職員の体操というか、全員は専門家以外ですね、会計士、弁護士、金融マン以外は、経産省採用職員が単に人事ルーティンとして回っている、経産省職員の身分のまま、担務をしているということでよろしいですか。梶山経済産業大臣。その通りであります。佐伯武史君。そこが一番問題だと思うんですよ。私も以前、報道機関でサラリーマンやっておりましてね、国家公務員、経産省職員も皆さんサラリーマンです。サラリーマンが何を気にするかといったら、一つは、自分の給料、あとは自分の出世、人事評価、これが二つです。やっぱり人事課ににらまれたら出世できないし、今回の改ざんの問題を見てみればですね、同じ釜の飯を食った経産省職員同士じゃないですか。数年したらまた電取から経産省本省に戻るわけですよね。そういう人事のルーティンの一環として、たまたま電取委員会に席を置いているのが電取事務局の40数名の経産省職員であります。で、その方々がですね、じゃあ今回のように資源エネルギー庁の職員から、いやいや15日にね、やるべき委員会を16日渡した後に、66条違反が分かっちゃったから、15日に開いたいということにしてくれよという形で、やっぱり持ちかけられたら、しょうがねえな、どうせ俺も本省戻りたいし、ここで同じ同期をね、いじめるわけにもいかないし、同じ仲間なんだから、ここは66条違反だから、業務改善命令出し直せって、梶山先生に言うのが、電取職員の使命ではないですか。それを看過して、しょうがねえというふうにやっちゃった、要するに出し直せというふうに言うのが監視委員会の機能でしょう、そう思いませんか。梶山経済産業大臣。今回の不適切な手続きについては、しっかりと防止策を取りました。ただ、必ずやっぱりまた起こるという見方で果たしていいのかどうか、しっかりやっぱり私は直していただきたいということで、処分もしましたし、その手続きの中で、こういうことが起こらないような手立てというものもやりましたし、そういった中で、またしっかりと監視というか、管理をしてまいりたいと思っております。手立てというのはこれのことでしょうかね。電取の新旧のパンフレットをもらったんですけれども、旧のパンフレットは代表番号は経済産業省の代表番号にある、これじゃ垂れ込みも来ないですよ、だからシールを貼って下産経で1355に変えましたというのを昨日いただきました。で、あと建物を変えますと、昔原子力安全保安院があった別館からですね、外出しをして引っ越しをさせる、でもこういう外形的なことじゃないんですよ。先の答弁でですね、外形的なことからまず入るということをおっしゃいました。でも外形じゃなくて、一番重要なのはその中身の人間がどこを向いてるかですよ。どこを向いて仕事をしてるか、そこのところをいじらないと組織っていうのは変わらない。で、それを端的に表しているのが、まさにこれ原子力安全保安院の議論ですよ。この別館には確か 3.11 が起きたときに原子力安全保安院が当時入ってましたね、2011年当時で。原子力安全保安院はなぜ消滅をし外出しをされたか、まさに推進官庁、ここに原子力規制委員会設置法案、当時のものを持ってきたんですが、目的の最初に、これ一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことによる生ずる問題を解消するためだと、この法案を制定する。まさにこの電取もそうじゃないですか。推進官庁である経産省資源エネルギー庁の別館において、そして経産省で採用された職員が人事ルーティンの一環として法案監視委員会に今席を置いています。それをお認めになりました。だからこそ推進と規制がこれ同居していたものは外出したわけです。推進官庁というのは規制できないでしょう。で、電力会社に天下って OB がまた圧力かけてた実態も明らかになりました。こういったことができないようにするために参上委員会にしたんでしょう。
そうじゃありませんでした。当時の議論、どういう、何のためにノーリターンルールまで作って、この規制庁に一旦入った職員は、原子力推進官庁との間のノーリターンルールを適用するということもこれに定められています。ノーリターンルールありますか、今の伝取りに。梶山経済産業大臣。先ほどの外形の話は、先般最近委員からご指摘をいただいて、こういうものから間違ってるっていう話でもありました。そして、なるほど、そうだなと思いまして、じゃあすぐに変えようと、電話番号を変えるよと、そして場所も場合によっては、その時期が来たときに変わるということで、NHO 長官にも次官にも私の考えを申し伝えております。そういったことから入るというのはまず第一点。そして、さまざまな物理的なこういう再発が、こういうものの再発が起きないような手立てもやりましたけれども、ただ、先ほども申しましたように、今度は、デントリーのこれまでの2015年にできてからの総括、検証、評価というものも行いながら、人員構成もどうしたらいいのかということも含めて、検討していくということを先ほども申し述べているところであります。佐伯武史君。どうも私だけが言っているように聞こえてきたので、ちょっといや、そうではないですよということを申し上げたいと思います。これ、5月4日付の朝日新聞の記事なんですけれどもね、三宅博史弁護士、よくご存知だと思います。東京第二弁護士会の会長も歴任されて、政府の公文書管理、情報公開に関する各省庁の審議会等でも先生とご一緒されたというふうに語ってらっしゃいます。で、今回の業務改善命令のミス学習に関して、三宅、先生がどうこう語っているか、これ、うっかりミスでつい書いちゃったというのであれば、情状酌量で罪を減じたとしても減給でしょうと、大臣以下、皆減給にするべきだというふうに三宅弁護士は言っております。で、梶山先生にも言及されてまして、梶山さんは公文書管理の担当省、当時特命担当大臣でしたから、公文書管理の担当省として、私が委員長代理を務めた委員会に、毎回必ず最初から最後まで出てくれたと、彼はあの時頑張ってくれたと、それでも我が身に降りかかったら、ちゃんと責任を取らないとだめだと思いますというふうに梶山先生に対して、三宅弁護士はですね、言っております。ただ私は正直、いや、でも梶山さんじゃなくて、菅原さんでも世耕さんでも、この問題起きたなと思うんですよ。だって66条の細かいところまで経産大臣が知ってるかというと、それは多分無理だろうなと。ですので、大臣がさっきも申し上げたように、梶山さんから後任者に変わっても、また菅原さんでも世耕さんでも、誰がやっても、これ、本来言うべきは、電取りがダメだと言うべきなんですよ、資源エネルギー庁に対して。66条に違反してるから、やり直せと。業務改善命令手続きを、そうですよね、はい、そうですよね、ご確認して、その解釈でよろしいですか。梶山経済産業大臣。それに気づいていればそういうことだと思います。佐伯武史君。で、なぜ気づかなかったかってことなんですよ、経産大臣も気づかなかった、資源エネルギー庁の職員も、電取りの職員も、16日に森本新社長に業務改善命令を施行した後に気づいたって言ってますからね。で、なぜ気づかなかったかということに関しても、例えば高橋博史鶴文化大教授が述べております。この方も、この電取りを作るときの参考人として、本委員会で私も議事録を紹介した方です。で、今回の問題というのは、これ、エネ庁の担当者は意図的に手続きを飛ばしたのではなく、単純に忘れたのだと思います。そういうふうに、この委員会でも申し上げ、経産大臣はおっしゃいました。忘れたと、失念していたと。で、ただそれは単なるミスで、大した問題ではないという意味ではありません。この手続き軽視の意識こそ大きな問題だ。NHO は電取りに対して日常的に優位に立っているという傍証になるからですと述べております。で、要するに今回の不祥事からですね、電取りは NHO の中の一部署、または下請け的な存在になっていることが推察されますと。NHO にとって電取りはうっかり忘れちゃう程度の存在ということではないでしょうか。まさにこういうことなんですよ。同じ釜の飯食った仲間ですから、どうせ、ミスったら、ちょっとごめん、1日前に日付変えとくわって言えば、後でそれでことが収まるっていう形になってしまう、これやっぱり人事が共有されてるからです、経産省職員として入省して、電取りにたまたま俺いるけど、経産省戻って出世したいから、ミスは指摘できないよ、これはまさに原子力安全法案が、この国の規制行政を全く F1 の弱点を見つけずに、あの未曾有の事故を起こしてしまったことと、全く同じじゃないですか、要するに推進官庁と規制監視官庁が同じ経産省別館に同居していた、保安院も伝統にいまだに別館にいます、
まさに人事も共有し、運命共同体、自分の人事権限は経産省の人事課長だ、これでは監視できないんじゃないですか。梶山経済産業大臣。不適切な手続きをしたものの、心の中までは私は読み取ることはできませんけれども、まあ、不適切な手続きが二度と起こらないような体制というか、また対応というものもしておりますので、まあ、そういったことで、まあ、今後、こういうことが起きないようにしたいと思います。今言いました人事面のことも含めてですね、今度の総括検討評価の中でご意見をいただきながら変えていくことも視野に入れております。佐伯武史君。今非常に重要なご答弁いただきました。私は人事が肝だと思っております。安倍政権がなぜこれだけの長期政権を築けたのか、これは内閣人事局に霞が関の幹部職員の人事を一手に握ったからだと。そうするとそこにお座りの経産省の幹部職員も人事局、内閣官邸の人事局にすべての自分の命運を握られたら当然逆らわないですね。私はそういう意味で組織掌握を非常に官邸はうまくやったと思います。で、経産省の組織掌握すべきは大臣ですよね。ですのでやっぱりこの人事というものはですね、組織人にとっては自分の将来を左右する使命を決するぐらいの重要なものなんですよ。だからやっぱり原子力安全法案をなぜ外出しをしたか、これノーリターンルールが肝だったんですよね。まず別館から独立させまして環境省の外局に置きました。環境庁の外局に。でわざわざ原子力規制庁の全職員に原子力推進官庁、これ経産省です、経産省との間のノーリターンルールを適用するって規制庁には定めてるわけです。で規制委員会と規制庁はまさに電取委員会と電取事務局と同じ役割を分担しております。ですので規制庁職員にノーリターンルールが適用されている以上、電取監視委員会事務局職員全員に対してもノーリターンルールは絶対適用するべきなんですよ。そうじゃなきゃ身内に泣いて馬謖を切ることができる職員なんてどれだけいるんですか。大臣はその経産省の舵取り役としてね、この監視委員会をワークさせようと、この60年間の反省に立ってワークさせようと思いは一緒ですね。ワークさせるんだったらまさにこの人事ですよ。人事を外出しする、これはできないんですか。本当にここで経産省に、だ最後問われるのはですよ、国民を向いてるのか、大臣が経産省や関電を向いてるのか、これが問われる、出るんですよ。そこにだから国民を向いてたらそうだねと、規制と監視と推進は分離しようっていうのがもうやったんですよ、この国は。やりましょうよ、これ国民を向いてるんだったら。いや、それでも経産省大臣として経産省の職員の忠誠心やね、関電職員から の分散献金とか分散パーティー券購入、これを受けたいんだったらそのままやればいいですよ。電磁法、核法をそのまま押し通すと。大臣はどっちの判断につくんですか。梶山経済産業大臣。二者択一ということではないと思っております。そして先ほどから申し上げてますように、検討をしっかりしていくということと、これまで2015年にできた電取がこれまで果たしてきた役割、そして問題点、今後の役割ということも含めて総括検討評価をして人員構成等に反映をさせてまいりたいと思っております。佐伯武史君。ぜひ今日14時半以降はですね、皆様出席の方で採決参加されますので、これ私は読み上げたものは共産党さんも維新の会さんも賛成する、もうすべてのこれ国民の声でございますので、ぜひ皆さんが国民の代表だというのであれば、ご地元に行ってしっかりご説明したいのであればですね、不祥事対策、やっぱりこの賛成していただくことをお願い申し上げたいし、またぜひこれは究極はやっぱり原子力安全法案委員会も委員会で原子力規制庁を作りました。やっぱりこういった独立性、今日も思いました。やっぱり人事を独立させるために8条のままだときついなと、公正取引委員会のようなやはり3条にした方がいいなというのは今日も痛感いたしましたので、ぜひこれは継続してですね、大臣も継続して検討するということでしたので、本委員会で取り上げさせていただくことをお願いお誓い申し上げまして質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。本田平直、次に本田平直君。